殺さなければならない。あなたのようにしてはいけない。あの子は全て集めた情報からある名前が浮かび上がったぜ。探偵さんよ、ブレック・デキスター。軍需産業界の VIP であんたの少女に妙な関心を寄せてるらしい。デキスターは現在ターミナスホテルの最上階に陣取って、手下どもに厳重に警備させてる。だがあんたほどの腕があれば侵入方法をいくつか見つけられるはず。幸運を祈る。中に入って一息ついたらどうだ。殺されはしないだろう。私が何か。ああ、あんただ。上の階は立ち。失敬だな。そんな口調で言う必要ないだろう。私はホテルの利用客だ。おい、聞こえないのか。おい、何か用か。見覚えもあるぞ。やるじゃないか、47。大したもんだよ。でもって、敵の本拠地が目の前だ。奴らは8階を完全に封鎖してるはずだ。あのブレイク・デクスターってのは、プライバシーを大事にする男だから、899号室に侵入するのは一苦労だぞ。さらに厄介なのは、デクスターを守ってるボディーガードが凶悪な奴だ。侵入者には容赦しないって言うんだ。下の階に降りてほっそり入れそうな方法を探すべきかもな。なんてプロのあんたに言うことじゃないな。きっと完璧な作戦を練ってるんだろう。ほんじゃ。
どうしてこれほど見覚えがあるんだろう。お兄さん、そこじゃ見かけないよね。面倒は起こすなよ。この件はできる限り円滑に進めたい。飲んだり喧嘩したりね。おい、お前よく姉ちゃんとデートしてただろ。もしもし。なあ、いや、チケットはあるって言ったろ。ただでよこせとか言うなよ。もちろん払ってもらうさ。聞こえなかったふりをするなよ。どうするかは分かってるな。調べてこい。ああ、大したことない。かっこいい、元気そうね。よーし、よし、ふざけたやつはひといって。なんだ？ちょっと！誰の仕業だ？娘の名はビクトリア。こいつには驚くほどの価値がある。よくは知らんが、強力な力を秘めた子供か何からしい。とにかくその娘を誘拐して身代金をいただこう。なんだかあなたがラボで生み出したあれと同じみたいね。誰がお前の意見など聞いた？自分が最低だって分かってる。お前は黙って言われた通りにしてればいい。綺麗な顔でな。美しいよ、ハニー。口のうまい人、